こう来てバンって蹴ればいいんですよね、うん、これ蹴りはあっち、さっきと同じです。よろしければあいつのまま転がってる。よーはい、はい、OK です。 OK です。長すぎて危ない作戦。女優さんに、あー、え、今気がついたのは俺の頭には何度当たったこと監督にも何回か、ね、私2回当たったすごい色ですね、これ漫画みたいに見えてきた監督。何キングが芝居するんだって。はい、よー、はい、え、自分でこうやって、もっと色つくすごい色だ。はい、カット、OK です。 OK です。 OK って言った後の顔が面白い。それはフラトリガメやと色気出てますか、色気出てますか。倒れたよ、倒れた。また上とか言われるんだよ、行くなって言われるんだ。これです。ちょっと待って、マサヤマサヤで動かす。ちょっとやっぱ、もっと。おはようございます。ラジオです。すごいいい笑顔。ほっかけで。そうすれば中映しちゃう。そうなの。じゃあ。あれちょっとだって一番目がだって。お疲れです。気がつかないようにしましたよ。はい、全然それで。うまく撮ります。不倫屋になってます出演マトリックスシュパンキ痛い跳ね返ってきてる機械そこ持ちなんだよ。伸ばして、調整の。はい。おばあちゃん危ないよ。はい。当たったよね今。当たった。もっとバンバン打っていいのか。はい。はい、オッケー。オッケー。で、お父さんの気持ちが結構楽しかったですね、撮影が。もうすごく。また一緒にやりたいと思います、監督さんたちと。じゃあ、お疲れ様でした。今回は12時間で朝来てないですか。朝来て12時間中とか無料ルーマンで電話がなかったってこと。え、
えと思って漫画とか超なんか何巻もとかあれ終わるんだけどそんなことが明記に残ってたって お疲れ様でした。ちょうど今ですね、今終わりました、はい、いや撮影期間は本当にタイトで短かったんですけど、濃い、本当に濃い、いやね、辛いとかじゃなくて濃い、辛いんですけど濃い撮影でした。なんかいろんな経験をしたなと思いましたね。まあ、満島さんとかね、他のキャストの方々もパワーをもらい、まあ何よりね、僕がパワーもらったのは子供ですよ、タイガね。まあ見ていただければわかると思うんですけど、本当にね元気いっぱいな子でね、なんかこうキャストバスでもこういろんなパワーをもらい、僕のテンションも上げてくれるので、すごく楽しかった撮影だなって思いますね。またもう一つね、監督はなんで裸足なのか、はい、僕はそれがずっと疑問でした。本当にいい経験でした。またぜひ、ね、機会があればやらせていただきたいなと思います。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でございましたと今ちょうど撮影が終わったばかりなのですが、こう3日間みっちりギュッてした撮影で、なんかなんだろうな皆さんのこう共演者の盛り上げとかスタッフさんがこうみんなで一緒に作ろうぜみたいな感じですごい集中してできたかなと思います。でもあまりにもいろんなシーンがありすぎて何が何だかよくわからないので、仕上がりを見るまでは自分ではちょっと若干不安も残りますが、楽しみにしております。なんかすっきりしますね、こういう何でも言える役は殺すぞとかなかなかこう、ね、普段言ったら言われるような言葉をガガン口に出しちゃう役なので、なんか開放的な感じになるというか、すごい楽しく撮影できました。一番楽しかったのはヒロムを殴るシーンが、私は個人的にはさっき今日のお昼ぐらいにあったシーンが一番、結構ヒロムとの掛け合いが好きなんですよね。なんか可愛いなこいつとか思って、なんかマセガキな弟となんかギャー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 言ってる姉ですごい好きです。はい、いかがでしたか。いかがでしたか。こうお芝居してるときはやっぱりこう普通にお芝居の役でやるんですが、こうみんなで話してるときに柴木さんって何言ってるか分かんないんですよ。私よく分からなくてなんかで、はっとか何回も聞き返した銀ちゃんに、なんかもうちょっと仲良くしてとか言われないので、まあ、全然仲はいいんですけど、なんて言えばいいのか分かんないけど、まあ楽しい方でした。なんか見た目だけ見てるとこうなんか黙って俺の世界に入るぜみたいなタイプなのかなって思ってたんですけど、意外となんかすごいこう掛け合いのできる方で面白い方でした。はい、なんだろう、それぞれがちょっと面白いキャラクターがたくさんいて、なんかなんだろう、私最初本をもらった時に読んで、あ面白いって普通に思ったので、監督もよく言ってますが、見た後になんか爽快な感じに爽やかになれるような映画になってると思うので、皆さんぜひ見てくださいっていうか、見たんだよね、どっちなんだろうどっちなんだろう、とりあえず何回もリピートして見てもらえるように。私ちょっとなんか今回あんまり笑ってないからちょっとなんか変な顔の方が多いんですがそういうのもいろいろお楽しみください。はい、
ということで、この僕の彼女とその彼氏ドロッピングゴースト、ずらっと監督にキャストを並びましたので、まずじゃあプロデューサーの方から一言ご挨拶の方をお願いいたしたいと思います。トワイエットファイルシリーズも、作品を重ねていくごとに、多くのキャスト、またスタッフの協力を得て、このような発表の場ができることを大変嬉しく思っています。監督の森監督とはもう付き合いが長く、いろんな面でお世話になってます。今回もありがとうございました。はい、見た感じ人相悪いですけど、とても素敵な絵を、撮る監督です。特に春先ですよね、ちょっと桜のシーズンをすごく意識した、作品で、場所にもこだわり、キャストの方々があっち飛びこっち飛び、そんな、作品になってます。ぜひ楽しい作品になってますんでね、楽しみに見てほしいと思います。ありがとうございます。すごい期間が短くて、大変でした。夜中3時とかも撮影してたような気がするんですけど、なんかでも大変だったからこそ楽しかったっていうのもあって、あとは私自転車に乗れなかったんですけど、この作品で一生懸命代々木公園で自転車の練習して、自転車に乗れたのを覚えてます。ちょっとな変だけどそうだったんですよ。共演者の方々もちょっと面白い方が多くて、銀ちゃんって言ってもわからないか、銀ちゃんっていう役だったんですけど、森本くんはオレンジの髪の毛とかしてたんですけど、なんか真っ黒に染めて普通になっちゃって残念です。これが次ですけど、となんかなんて言っていいかわからないですけど、とりあえず見て楽しんでもらえたらいいなと思います。ありがとうございます。なんか本当に久しぶりに、会った方も多くて、すごく懐かしく今思っております。そうですね、ちょうどその時にですね、ものすごい風が吹いていた日があったんですけれども、それが撮影の初日でして、本当に髪の毛セットしてくれたのにもかかわらず、こうみんな七三になっていたりとか、そんな撮影初日を思い出します。本当にね、でもさらっとというか、なんかこうフラットな気持ちで、見ていただけたらいいなという作品になっておりますので、ぜひぜひ、楽しんで見てください。思い出に残ったことは、お姉ちゃんにボコボコにされたことです。見てください。どこかほっとするような雰囲気が作れたらなという、そんな思いで、やらせていただきました。僕自身も、どういう作品に仕上がっているのかというのは、同じように楽しみにしてますので、皆さんと一緒に楽しみたいなと思います。射的屋の親父という、これが意外と、普通の人が目に見えない人たちが出てくるんですが、これが僕には全て見えているというような役でした。これでいいんですかというような気持ちがずっとあれから残ってました。監督はいいんじゃないですかっていうようないい加減な言い方だったんで、じゃあいいんじゃないのかなというような感じで終わってしまいました。どうぞゆっくりこれからご覧になるんだったらゆっくりご覧になってくださいませ。ありがとうございました。ですね、ここまで結構いろいろ皆さんに紹介いただいて引っ張ってはいるんですが、どうもこの第2部ではこの作品を見れないらしいです。今日の朝一部で僕半年ぶりに自分の作品見たんですけど、もう自画自賛ですけど、相当面白いです。これ興味ある方は3部まで残ってぜひご覧になっていただきたいなと思います。取材があったんですよね。取材で見どころはと聞かれてないですね。もうみんな強いて言えばみんな可愛いっす。出演者の人たちもうキュートなんで、そこら辺楽しんでいただきたいなっていうのと、みんな頑張って作ったんでね、もう本当よく見てってください。監督があんま可愛くないですからね。風景こんな感じですけど、とても素敵な絵を撮る感じです。いや監督も、はい、よく見ると意外に可愛いってところも見どころだったので。完全マニア向きじゃないですか。ファンタジーはい、ということを一つ、ぜひともこうファンタジー映画だと思って見てください。メロメロファンタジーメロメロファンタジーという言葉です。はい、ぜひ期待してみていただきたいと思います。僕の彼女とその彼氏ドロッピングゴーストの森敦監督でした。ありがとうございます。